エルサン・アデム・ギュリュムは、オーストラリア・メルボルン・カールトン出身のサッカー選手。アンタル・ヤス・ポル所属。ポジションは、ディフェンダー。オーストラリア・メルボルンの郊外メドをハイツに育ち、ヒュームシティ FC でキャリアを開始したギュリュムは、ヒュームシティ以外にも、学校のクラブチームでプレーしており、センバーズメンバーとして、イングランド遠征に参加していた際にスユペルリグの、 マニサスポルを率いるエルスン・ヤナル監督に見出され、2006年7月10日にマニサスポルと契約した。マニサスポルでは大半をリザーブチームで過ごし、トップチームでの出場機会はわずかだったが、2007から08シーズン後半に移籍金1万5000ユーロで TFF1 リグのエラズスポルと契約すると、左サイドバックとして名を挙げ、 半年後に移籍金18万ユーロで、同2部のアダナスポルト契約した。加入1期目の2008から09シーズンは、主力として30試合に出場し、センターバックとしてベスト11に選出される成功を収めたことで、その活躍に一部の競合がラタサライ SK とベシクタシュ JK から関心を寄せられ、2010年7月17日にベシクタシュへの期限付き移籍で合意した。 ベシクタシュでは、トマーシュシボクとマテオ・フェラーリの負傷から、イブラヒム・トラマンとコンビを組んで一時的に定位置を確保しており、十字人体損傷によって、後半戦のほとんどを逃したことで10試合の出場に、とどまったが、クラブ側の評価は高く、2011年6月4日に、移籍金400万ユーロで完全移籍を果たした。2011から12シーズン前の合宿中において、 再び十字人体を損傷し、大半の欠場を余儀なくされる、困難な時期にあったが、2012から13及び2013から14シーズンにおいては、たびたびの継承によって、万全とはいかないながらも20試合、19試合と、一定の出場機会を得て、四国やジュリアンエスキで、ペドロ・フランコ等と連携して、守備を担った。トルコ人の両親の下で、オーストラリアに生まれたため、 オーストラリア代表とトルコ代表の出場資格を有していた。オーストラリア U-232007 年6月のヨルダン U-23 戦へ向け、北京オリンピックを目指す U-23 代表チームに招集され、6日の同試合でルベン・ザドコビッチと交代で84分から初出場を飾った。U-23 代表として、 グラハム・アーノルド監督の下で2試合に出場するも A 代表での出番は一向に訪れずホルガー・オジェック新監督体制の初戦のエジプトとの親善試合にも未招集に終わると見過ごされていると感じたため2010年11月に自身のルーツであるトルコ代表を選択することを表明したトルコ2010年11月トルコ代表を率いるフース・ヒディンク監督によって オランダ戦へ向けて招集される。同試合で未出場に終わった後、非常にポジティブだったと、オジェック監督が語るほどの前向きな姿勢を、オーストラリアとの会談の際に見せたことで、12月に AFC アジアカップ2011の候補50人に入れられ、引退したスコット・チッパーフィールドが務めていた左サイドバックに適任者が現れず、 またセンターバックを務められることから最終23人のメンバー入りを果たすと見られていた。しかし、最終的に父親からの説得によって、トルコ代表としてプレーすることを決定した。2012年11月に、デンマーク戦へ向け、アブドラーブジュ監督によって、トルコ代表に再招集される。同試合の出場はなく、2013年9月10日に2014、FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選のルーマニア戦でトルコ代表として初出場を飾った。ありがとうございます。